んじゃ、みんな私の後に続いて行くよ。ふうすけ、お誕生日おめでとう。みんな、ありがとう。なに、ふうすけ、嬉しすぎて緊張してんの？別に、ただちょっとびっくりしただけ。まさか誕生日パーティーを開いてもらえるとは思ってなかったから。本当はみんなで温泉旅行にでも行こうかって話も出てたんだけどね。さすがに突然温泉旅行なんて言われても困るかなと思ってやめにしたんだ。確か広松さんが提案していたのは名湯シリーズ巡りの旅だったかしら。さすがルイルイ、よく覚えてるね。名湯シリーズってまさかあの入浴剤の？ピンポーン、大正解。ルイさんがね、前につくしちゃんが名湯シリーズがお気に入りだって言ってたのも思い出して。そうそう、それでせっかくだから本場の温泉を体験してみるのはどうかなと思ったんだ。私、ルイさんにそんな話したかな？なんか恥ずかしい。本当に何気ない会話だったから覚えていないのも無理はないわ。まあそういう感じで温泉旅行じゃなくてアトリエでのバースデーパーティーに変更になったってわけ。旅行に負けないくらい盛大に祝ってやるから覚悟しろよ、ふうすけ。盛大にってそこまでしなくても。あ、もしかしてスーちゃんまた照れてる？もうナナミちゃんまで茶化さないでってば。けど ありがとうみんな。それじゃあ本格的にスーちゃんのお誕生日会始まり始まり。つくしちゃん、お誕生日おめでとう。これ自分たちからのプレゼントです。いいんですか？ありがとうございます。わあ、かわいいラッピング。だよねだよね、そのラッピングマヤ先輩にお願いしたんだ。いや包装紙やリボン選びを手伝ってくれた羽沢さんのおかげですよ。それに中身はもっとすごいですよ。あ、開けてもいいですか？もちろん。中身は、あ、クッキーだ。すごく美味しそう。それ羽沢さんの手作りクッキーなんですよ。マヤ先輩に何度も味見頼んじゃった。何度も？そんなに手間も時間もかけてくれるなんて。心のこもったプレゼント、私本当に嬉